扉は閉ざされていますね。外から回るしかないか。まずはレグナと合流しよう。敵が迫ってきました。今は戦うしかありませんね。エリス。エリスが死ぬ必要がどこにあったっていうんだ。利用されるだけ利用され、最後には捨てられるなんて。お前こそ大丈夫か？心配無用。むしろ小僧、お前こそ大丈夫なのか？いつにも増して顔が青白いぞ。毎日誰かを捨てたり、対立したり、憎んだり、殺したり、健全じゃいられないさ。甘えるな。何かを知るとはそういうことだ。最後の鍵は塔の上にある。乗りつけよう。承知した。あそこから乗りつけられそうだな。翼の痛み倍にして返してくれよぞ。カラクリを持ち出しおってか。そんなもの単なる窓に過ぎる。レグナまで失っていたら、俺は全てを諦めていたかもしれない。
知らせてくれ。
Ha!
何だったんだ。やつも契約者なのか。乗りつけられるであろう。そこへ向かうぞ。わしができるのはここまでだ。この先は己の力で切り出す。行くがよい。行こう、マナ。ええ。マナ、マナなんでしょ。僕、セールだよ。セール、久しぶりですね。生きてた、マナが生きてた。ああ、夢みたいだ。僕はこの日をどれだけ待ったことか。新館長セール、なぜここに。いや、それよりもあなたはマナとお知り合いだったのですか。知り合いも何も、マナは僕の妹です。僕らは双子なんだ。そうだったんですか。新館長セールが契約の代償として時を奪われたという噂は本当だったのですね。はい、僕もいろいろありましたから。18年前の災い以来、マナとも離れ離れになっていたけど、でも僕はずっとマナの行方を探してた。たった二人の兄弟だもの、また会いたかったんだ。新館長のあなたから見れば、私は秩序の転覆を企て処刑場から逃げたお尋ね者なのです。
罪人の名がマナだって聞いた時は息が止まりそうになったよ。信じられなかった。この目で確かめなきゃいけないと思った。だから僕はここに来たんだ。もう十分に確かめられたでしょ。待ってよマナ、行かないで。僕は君たちの敵じゃない。味方でもないはずです。私たちはこれから鍵を壊しに行くのですから。行きましょうノーウェイ。